日本の俳優、芸人、元技術師、元照明技師である。技術師時代の芸名は、小曲祭天守、本名、旧芸名は、高見義和、一時期、チャーリー光犬とも名乗った。マキ野のチャップリンと呼ばれ、昭和の超人こと、高木新平に軽技を指導したこと、及び、のっぽさんこと、高見栄の実父としても知られる。 1898年3月9日、熊本県熊本市日本議長に生まれる。高見義太郎の長男として生まれ、長じて地元の芝居小屋、篠の目座で照明係や設備営然等の技術職を務めた。やがて全国を巡業していた小曲祭天一と出会い、これに指示して記述史に転向、小曲祭天衆の名をもらう。 満16歳になる1914年、京都の日活関西撮影所で、牧野正造が進撃を制作する際に、これに出演、以降、天11座から離れて、同撮影所で、照明技師を務めていた。1920年には、同撮影所の演技学校におり、高木新平はここで貢献に支持している。二27歳になった1925年6月、 牧野正造が、東亜キネマを退社、天示が丘に五室撮影所を建設して、牧野プロダクションを設立した際に、これに参加する。同年9月11日に公開された、帰結き影第2編で、浮きめ源三郎秀春役に抜擢されて、出演、本名の高見義和でクレジットされた。同作のプロモーションでは、主演の竹井隆造が、超人、平八郎が、 巨人、貢献は、標人というフレーズが付けられた。同年10月30日に公開されたガヤノ先生に出演した時から、芸名を、ヤナズマレザブローと改める。1926年5月5日に公開された、活動教時代では、チャップリンに似た男役を演じ、子役スター松尾文人と,と共に、大チャップ賞、チャップと宣伝された。 同年11月7日から公開が開始した、テルヒクモルヒのシリーズでは、猿の源氏役を演じて代表作の一つになり、現代劇、時代劇問わず出演した。高見栄によれば、父、高見義和は、顔がバタクサク、美男子の父の顔が印刷されているトランプが、残っているという。1929年7月25日、牧野正造が亡くなり、同年9月に、 牧野正弘を核くとした、新体制が発表になると、柳妻は、嵐、冠三郎、荒木忍、南光明、根岸東一郎、谷崎十郎、坂東三右衛門、市川米十郎、東郷久吉。その後、新体制下の牧野プロダクションは、財政が悪化し、1931年4月以降、制作が停止する。 同年1月10日に公開された、のんきっぱな指定に出演したのを最後に、柳妻は同社を退社する。後に、のっぽさんとして知られる高見栄が生まれたのは、牧野退社後の1934年5月10日で、当時は、役者時代から引き続き、京都府京都市右京区渦政の俳優たちが多く住む、長屋に暮らし、その一角で、電気器具店を営業していたという。その傍ら、 チャーリー貢献を名乗り、チャーリーチャップリンのモノマネを映画の幕愛に演じる芸人としての活動も行っていたという。1938年頃には、東京府東京市向島区寺島町に移転、同地で工場に勤務して工場長を務め、第二次世界大戦が深まった1944年には、岐阜県橋間郡笠松町に疎開し、1951年に東京に戻ったという。 東京に戻って、しばらくして、後見は、芸能界に復帰し、満54歳であった1953年1月22日に、公開された、上原健、住陽子の主演作、夫婦に出演した記録が残っている。しかしながら、同作以降の出演歴は不明である。1979年10月23日に、発行された、日本映画俳優全集。 男友編の柳妻の項目によれば、すでに引退はしていたが、八81歳を迎える。その当時は存命で、東京都三鷹市上連塾に住んでいたようである。高見栄の回想によれば、正確な没年月日は伏せられているが、のっぽさんが喋った日の尻また近年、読売新聞のインタビューで、高見栄は、自身が54歳の時に亡くなったと発言している。 したがって没年は1988年か1989年、満90歳あるいは91歳没となる。活動教時代公開時のポスター、左上が柳妻の大チャプ、右下が松尾文人の小チャプの図。クレジットはすべて出演である。公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、 松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によって、タイトルの異なるものは併記した。すべて制作は、牧野プロダクションご出撮影所配給は、牧野プロダクション、すべてサイレント映画、特筆以外は、 柳妻レイザブロー名義である。トーキーであり、高見義和名義である。ありがとうございます。